主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。みなずきです。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、うん、はい、おもれきね349です。349、はい、何ですか、ケリーさん。ずっとですね、今あのイヤホンがですね、はあ、あのエアポッズに変えたんですよ。エアポッズってのは何ですか？このブルートゥースイヤホン。ああ、これキノコみたいですね。だいたいうどんって言われてる、うどんが耳から出てるみたいな。ああ、うん、そういう表現したんだ、うん、これうどんで、もうあのコードのないイヤホンって楽ね。あ、そう。引っかからないの、カバンとか服とかに。ああ、うん、すごい楽。こんなんか街で結構つけてるじゃない。でうちはその線のあるのがいっぱい余ってるから、それずっと使って古くなっても在庫を使ってたんだけど、うん、ちょっと思い切って買い替えたんですよ、うん、楽ね。あ、そう。こんなに線がないっていいんだって思って、うん、結構お高いんでしょ。うん、1万、まあ、してるね。あ、でも僕のはあのアップルさんの出してるやつで、はい、あの適当なのはもっと安いよ、数千円で。あ、本当ですか。2、3000円ぐらいで買えるとか。その適当ってメーカーがってこと？うん、あ、そんな安いのあるんですか？あるあるある。ただその普通さ、ウォークマンとかにさ、線を刺してビヨンって線を耳元まで持ってくるじゃんっていうのなんだけど、うん、じゃんか。でここのそのウォークマンとイヤホンのつなぐ線はなくて、はあ、右と左の耳に入れて線でつながってるっていうようなのもある。後頭部回ってるやつとか、うん、そうそうそう、首からブロンって人とかいますな、うん、それそのタイプだと 2,3,000円とかで、音質こだわらなかったら。音質こだわってるんですか？いや別に、うん、イヤホンなんてね結構ピンキリじゃないですか、うん、まあ、何万もするやつから。僕聞こえたらいいタイプなんで。あ、うん、でもそんな耳音音痴の僕でも、あ、いい音っていうか、こんな綺麗に聞こえるんだとか。いつ今のが、うん、やってけ本当よ、うん、でいいですね。ただね、あのこれ賢いよね。ああ、なんちゅうの、その光を感知するのが3箇所こういうとこついてて、で耳に入れると光に当たらないから、ああ、耳の中に入ったんだなって感知して音が流れるのよ。外すと止まるの。へ、うん、だからこうやってすると、またあの手とかで握っちゃうと、あ、枕のところに置いてあげると、うん、そうそうそう、感知がするんだ、うん、ただこれらがですね、あのお耳くそがつくとたまってくるとですね夜道とかだったらダメになっちゃうなのでね、時々爪楊枝とかで、まあイヤホンでもなるけどね、うん、グニグニグニって、うん、ちょっとあの昔はねカサカサお耳クソだったんですけどね、最近あのボネットリ系の耳クソもそんな年齢で質を変わる。いや僕だって昔カサカサだったけど、あれってさ、なんか縄文系とさ弥生系でさ、あのカサカサ耳クソ、耳お耳クソとさ、あのネチネチお耳クソってなんか違い出るって聞いたよ。どっちがどっちなの？大陸系の人がカサカサなんじゃないの？知らん。君は大陸系から縄文系に変わった。そう。どういうことやね。退化してってるよね。退化してる。でも耳掃除ってあんまりしちゃダメじゃん。いや知らない。そうなの？いや耳って穴開いてるでしょ。うん、で脳みそに一番近いから、うん、あのこのお耳クソってあの殺菌作用あるんですよ。へえ。だから。常にねお耳くそねない状態ってあんまり良くないんですよ。あんまりしすぎると良くない、うん、2週間に1回ぐらいでいいらしいのよ、うん、でもあんまり
溜まると奥がねにこう溜まっちゃうと音聞こえなくなっちゃうじゃん。そこまで？うん。なんか溜まりすぎると。はあ、うん。そうするとそのお耳くそを溶かす水を入れてさ、しばらくこうふやかしてほじくってもらうんだって耳鼻科で。すごい痛いらしいよ。あ、痛いんだ。その、うん、だから定期的にお掃除はしないといけないんだけど、まあまあまあ、やりすぎも良くない。へえ、うん。なんの話だよ。あのやっぱ文明の利器って。いいね、なんかこうどんどん便利になって。みなずさんなんかウォークマン聞きながら。あんまりね移動中聞くっていう習慣がないんですよね。あと電車で移動する時とか、うん、あんまり音音楽聞かないんですよね。あ、そう、スーパーフライだけなんだ聞くの。スーパーフライは別に家で聞きますけど。あ、そうなの。うん、ずっとで前部屋片付けてたらさウォークマン出てきて、本当にカセットのカセットカセットウォークマン、すごいじゃん、うん、出てきて。本場のウォークマン。僕ソニー派じゃなくて当時パナソニック派だったんで。ウォークマンじゃないんだ。うん、まあでも要はウォークマン出てきて、まあまあ、ね、うん、残ってるの。本当いろんなのがね、押し入れのからねガラクタいっぱい出てきたんですよ。いやそれ欲しいっていう人がいるから。あ、そう、うん、コレクションにあげるって言って。カセットね、うん、懐かしいね。ただイヤホンはもう、まあイヤホンは今の買っても使えるからね。カセット CD ウォークマンはね今まだ普通に売ってるけどね、うん、カセットウォークマン。カセットは今再生する機会ないわ家に。あ、僕ももう処分してない、ね、で売ってるよやっぱ家電製品とね。まだ、ね、逆にちょっと見直されてるんでしょ。そうなんだ、うん、アナログで録音できるから。うん、ね、ちょっとねケリーさんそんなあのナウイものを使ってるよというね、報告でした。だからなんだって。はい、ではね今日はですね、武家書ハット。ほう、まあ日本史の授業で出てくるんだけど、うん、いまいち中身って僕よく知らないなって。ほう、家康が武家書ハットを定めて死んだみたいなイメージはあるの、うん、でもひどい理解ですね。だって晩年武家書ハットって1615、6年じゃない、最初はね、うん、で家康って大阪の陣の後に死ぬから、うん、15、6年に死ぬじゃん、うんうん、だから作って死んだって思ってるんだけど。将軍の代替わりごとに出るんだよ武家書ハットって。そうなの。毎回出るんだよ一応。え、そういう風に決まってんの、うん、法律で、うん、法律だけ、うん、でどういう、まあ、そのお武家さんに対する法律でしょ。まあまあ基本大名ですね、うん、で、うん、で中身って僕ちゃんと見たことがなかったので、うん、ちょっとどういうことが書かれているのかな、まあ、数も少ないので、うん、紹介しやすいなと思ったので今回はですね武家書ハットですね。で、じゃあ一番最初に出たのが1615年、いわゆる元和令ってやつですね。うん、それは元和、ね、年間に元和の年号の時に出たから元和令。この時の将軍が秀忠。秀忠が作ったわけじゃないでしょ。だからまあまあ将軍は秀忠ですけどね、ま、家康の命令で王将として秀吉家康がいた。なるほどね。で秀忠の時に、でが命令で作られるんですけど、うん、実際作る人はそれはもちろん法律のプロが作んないと、うんうん、スーデンさんが本陳スーデンがこう作るのに、うん、実際作ったのはこいつ、ね、まあ、実際にその文章を書いたのは彼ですね、うん、で全部で13条になるそうです、うん、はい、これちょっと見ていきますね、うん、と現代語訳でいきます。あ、原文じゃないの、うん、原文いいんですか。いやね、あ、そうですか、うん、問題は原文が出ますよ。まあ今日はそんなセンターニュースじゃないので構わないです、はい、1. 諸大名は学問と武術を磨くことに努めなければならない。うわ、これが
これ今の原文で何て書いてあるか分かりますか？初代名は間違う勉強と武術を磨きましょう。いでえな。文武キューバの道もっぱら愛たしなむべきこと。これが今の現代語ですよ。キューバの友だね。それチクバ。あちあち。キューバっていうのもこの間やったよね。弓の時にやったよね。大丈夫ですか？弓とぶあの馬で。武士のたしなみですよ。ほら、やぶさめ。お。犬追物。犬追物。もう一個なんだっけ？もう一個は？あのなんかあちこちにあるやつ。あこれがヒント。頭にかぶるのは何ですか？かぶら、かつら、かさ、かさどり？なんだっけ？かさがけ。あ、かさがけ。全然ピンときてない。いやだってちゃう、違う、あの犬をこう野に放って打つやつと横に5つこう板があるやつとあちこちにこう上下左右にこう大小さまざまな的を置くやつと3つやん。まあ合ってますな。中身は合ってるでしょ。合ってますよ、うんうん、でも出なかったし。パッと出なかった。まだ試験までまだ10ヶ月あるんだ。武術学問は何、儒学を学ぶの？いやに限らずです、うん、文武両道です。なんだけど、まあ、特にもっぱらやっぱりキューバの道、うん、武士たるものはと、でもやってる、そんなことやってるイメージないけど。いやだって元和年間ですよ。昨日大阪の駅終わったところだよ、うん、まあね、まだその頃はやってそうだけど、なんか江戸時代中盤とかさなるとさやってそうなイメージないよ。何かこういうさ武芸をなんか庭でえいえいってなんか素振りしてるようなぐらいしかイメージ。よく受験的にはまだ元和のことはやっぱり元和の頃はキューバの道っていうのが入ってるんだけど、うん、その後になって例えば天皇令とか綱吉の時代になると、うん、文武中高忠義とか、高校っていうのを大事にしなさいって変わってきて、変わってくるんだ。武の時代から文の時代に変わっていくんですよみたいなのが大体表現はちょっと変わってくるんだ。もちろんもちろん、ただ将軍の代替わりごとに出るんだ。で要はでも中身は学問と武術を磨きましょう、ね、なんだけど今言ってに細かいこと言うと、この頃はまだやっぱりキューバ、やっぱり武士っていうのは戦争が本業でしょっていうのが綱吉の頃になると主君への忠義とかが強調される。なるほど、文治政治に変わったんだみたいなのが受験的には。はいはい、はい、2番目、大勢で酒を飲んだり遊んだりしてはいけないって。うん、なんか遊んでるじゃんね。なんかひい様だって。ひい様って誰だ。ほら一橋慶喜さんだってさ、夜な夜な品川塾行ってさ、あんな大名はいねえよ。でもほらあの八代将軍吉宗だってあれは違う、大名になる前だけどお忍びで遊び出てたじゃん、うん、江本明と、うん、そういうのはいいの。そんなことは だから内緒で出てくるんだ。そう、うん、だダメじゃん。3つ目、法令に背いたものを国に隠してはいけない、うん、犯罪者をかくまっちゃダメってこと、うん、当たり前じゃんね、うん、でもみんな隠してるもの。まあもういますよね。うん、4番、自分の国に反逆人や殺害者がいたら追い出さなくてはいけない、うん、隠してもいけないでしょ、うん、隠しちゃいけないから追い出す、うん、じゃあどこ行けっていうの。どこにも入れなくするってことです。んでどうするの、どっかで警察に捕まえるか、まあ、そもそもそういう前提だから悪いことしちゃいけないよってことになる、うん、あそうか、隠しちゃいけないけど別にその牢屋に入れとくのはいいんだ、こう公開でとか、まあ、別に見て見ぬふりってもいいわけです。あ、そうなんだ。隠してないっていうか、あ、そんなことしたんですか。あ、それいいの、うん、いやだから追い出せって話。じゃあ誰に捕まえてもらうの、その事件を起こした国の人に捕まえてもらうの。まあ幕府が。はい、5番、
自分の領地に他国の人を住まわせてはならない、うん、これなんかがあるね。なんでダメなの？転居の自由はないの？ないです。お嫁に行くのもなしだ。いやまあそれはまたちょっと別の話ですけど、うん、乱りにっていうことです。住まわせちゃダメなんだよね、まあ、特に基本的にはこれ武士の話なんで。あそうか、庶民向けの法律じゃないんで。あそうか、要するによその武士と仲良くしたら嫌じゃダメじゃないですか。でも江戸はいいの？江戸の各藩邸とその関係、いやそれちゃんと素性がある人をそこに住ませるのは問題ないですよ。乱りに他国の人を入れたりしたらその人と何やってんだみたいな話じゃないですか。でも大河なんか見てるとほら判定にどこそこの国でそういうことされたくないから、さようさーとかって言って、いやそうやってほら彼らつるんでいくわけじゃん、ね、そういうことすんなって話、ね、幕府としては迷惑だね。そら大名と大名が組んだら困るから、うん、人の行き来はさせない。はい、うん、次6番、うん、城を修理する時でも届けなければならない、うん、新築することは固く禁止する。これはまあ源成の一番有名な情報ですね。お城作っちゃダメなの？諸国の居城修法なすといえども必ず権上すべし、はい、一国一城制だっけ。一国一城令、威万や真偽の公営固く長寿にしむるのことっていうのを略したの。あれだよね、その国の中心地のお城がいいんだよね。居城だけね、うん、自分の住む以外の城はダメですよって。それでもさ、なんとか城っていっぱいあるじゃん。これ単純に考えたら自分の領地やで。国って別にその肥後の国とか越前の国って意味じゃなくて、うん、そうでしょ、藩でしょ、うん、だから自分の住んでる城はいいわけです。一藩一城でしょ、うん、一藩一城。でもさ、なんとか城って他にもあるじゃん。それでよその藩でしょ。いやいやいや、だって紀州藩ってさ、和歌山城とか新宮にも城ある。あれはほら助家老の、まあ、別格の城じゃないですか。それ城とは言わないの？うん、まあ、あれはだ本当は例外的なもんですよ。戦国時代はほら自分の城とか、うん、出城とか、うん、その街道の入り口とか、うん、山の上とか、うん、あるそういうのはダメだって。あ、そういうことね、うん、住む城がいいの？居城、うん、自分が住むための城以外は全部潰しなさい。それってさ、その例えばそんななんか家一番トップの家臣がさ、うん、家老がさ、そのあれ大名か、うん、旗本とか御家人もそうなの？旗本は城なんか持てます？持てない、うん、そうそう、家老とかその例えば50万石のうち、うん、お前には1万石を任せるとかって家臣がされるじゃん、それは大名になるの？いや、ならないですね。原則は、まあ、実際いますよね、加賀藩の家老なんかそれこそ5万石とかいますけど、うん、あるけども、それは大名にはならない。それはもういわゆる陪臣なんで、将軍の直参じゃないんで、それは大名の扱い受けないです。受けないでしょ。でもその50万石のうち1万石を与えられたのは、それは城とは言わないの？まあ言いますけどね、うん、だ意味が違うんだね、うんうん、で結構だそういうね、御三家とかそういう審判なんかでは結構そういう特別扱いしか持ってしてるけど、それはちょっと違う意味が違う。大規模な戸様とか薩摩藩なんかは本当は城なんだけど、あえて城と麓って呼んで、城じゃないですよみたいな。それは幕府から監査みたいなの来ないの？まあ来るんでしょうけど、まあ、それこそ抜け穴みたいな話 で城ってじゃあ概念は何なんだって話になって、うん、なってくる、うん、まあ、まあ、いやまあ見た目城っぽいけど城じゃないですよって、じゃあ城って呼んでないでしょうみたいな。いや城っぽく見えるけど、城っぽく見えるけど実は天文台なんですとか、まあ、そこまでは言わないけどあくまでその住処としてあるだけで、うん、当然武士のたしなみですから堀ぐらい作りますよね。あ、でも城じゃないですよ、まあ、そういうのは微妙にありだったよね、まあ、まあそこはね、いろいろありますけど、まあ、で原則としてね。はい、わかりました。はい、次7番、隣の国で何か変わったことをしようとしたりする者がいたら届けなければいけない、はい、密告しろと。そうですね、いやらしいですね、うん、
でもそんなん分かるもんなのかね、隣の国に誘われたら、あんたも入らないって言われた、ああそうね、こっちでやってんだけどあんたも入らないって言われたら、ちょっと水月さんが誘ってくるんだよって、に隣でなんかやばそうなんですけどと言わない、いやらしい、うん、そうしないと今度あなたが罪に問われますよ、はい、あそうか、知ってたのになんで言わねえんだと、あこれ機能してたのこれ、いやするでしょう、うん、8番、諸大名は幕府の許可がないのに勝手に結婚の約束をしてはならない、うん、あこれもなんか聞いたことあるわ、いわゆる政略結婚はダメなんだよ ね、うん、幕府の許可が必要なんですよ、ね、必ず幕府の許可がいる、これは大名まで、家臣はいいの、まあ、大名の家臣はまあ基本的に大、まあ、藩主の許可でいいと思いますけどね、旗本とかだとやっぱり将軍の許可がいりますね、旗本も、うん、うん、それは自分の上司に報告するのは当たり前でしょ、今だって、まあ、それは会社によるかもしれないけど、ね、でも一応しないと税務上の都合ねもあるし、うん、今はね、うんうん、あそうだね、うん、じゃあさ幕府はさ、うん、その水月藩の水月さんと、はい、どこそこ藩のなんとか姫と、うん、って言ったらそれをいろいろ調べていいんじゃねとか、もちろんもちろんダメってなるの、うんうん、へえ、どの辺まで知らん、そんな調べる仕事の人がいるわけでしょうね、うん、いやらしいね、プライバシーもあったもんじゃないね、何番までいく、今度は9番、結婚の次、はい、9番、参勤交代の時決められた以上の家来を連れてきてはいけない、うん、あそうなんだ、うん、どれぐらいで何そうやって何ていうのその領地の石高によって比例さとか、そうそうそう、基本的に石高に応じて、いわゆる軍役ってほら基本的に参勤交代って軍事パレードなんで、うんうん、大体この石高なら何人の兵隊連れてこらないといけないっていうのが一応基準なんですけど、うん、じゃあ小大名はもちろん少ない、何十人っていう大名行列から、大名はそれは加賀藩とか行きゃ何千人絢爛豪華になるってやつなんだ、うん、なるほどね、これ結構最近の新しい研究で、うん、昔はほら、ね、参勤交代って基本的にその大名に金使わして弱らせるために、うんうん、だから違う、むしろだからその文脈ならもっと人数連れてこいって言った方がいいわけじゃないですか、そうだね、足りない予算なんじゃと、うん、もっと見せろよ、うん、でもここにあるように抑制するわけですよ、うん、だから実はそうじゃないよって話で、ね、ちょっと飴とムチが混じってること、いやむしろこの頃って結構大名は自分のその忠義尽くしてます PR で結構行さん連れてきたりするわけですよ、うん、あはいはいはい、うちこんな連れてきましたよみたいな、徳川様のために、そうそうそう、うん、その結果大名がへばったりとか、うん、経費が結局年貢に付加されて、うん、農民起きたりしたら困るからちょっとやめなさいと、うん、相応にしときなさいよっていう、優しいじゃん、実は幕が抑制してたっていう話、うん、でも秀忠っていっぱい潰してるじゃん、もちろん、うん、だけど優しいな、うん、理由ちゃんとした理由があってそれ潰れるのはいいんだけど、うん、それで自爆したりとか、まあ、理不尽なやり方は農民危機が起きたりしたら結局元も子もないんで、一応人道的なんですね、もちろんですね、そんないい加減のもんじゃないですか、なるほど、10番、はい、服装や飾り物は身分以上の上下の違いを間違えないようにすること、うん、どういうこと、それ相応の身分相応の服装しなさい、お殿様だからお殿様の服を着なさいってことですか、うん、下のものがまたそのカビな服を着たりとかしないと、ちゃんと TPO じゃないや、うん、まあ武装だね、うんうん、まあ、まあ部屋着はぐじゃひどいもんですけどね、ケリーさん誰だってそうでしょ外だって穴だらけのジャージとかですようちね家ではジャージなんですけど、あの腰ズボンの腰のところをゴムと紐がクタクタで3歩歩くとあのずれ落ちるとゴムいれえや
もう15年ぐらい来てるやつなんで、もう買い替えようと思ってるんですけど、でそれでこの間ちょっと荷物外から入れるのに、うん、履いて、それでちょっと荷物運んでたら、そしたら階段で半血状態になってね、それがダメなんですね。塞がってるし、うん、ダメなんですね。わかりました。いや、そういう話じゃん。はい、11番、身分の低い者が勝手にカゴに乗ってはならない。うん、カゴに乗れるのは誰、お殿様だけなの？お殿様と姫様ぐらいなの？いや、そんなことはないですけど、上級の武士なら乗れますけどね。どっから引くんだ、それ。どっからっていう線引きは明確なものはないけど、だってコンピュラさんやったらカゴあるじゃん。まあ、あれもダメなの。ああいうその庶民の乗り物と、またそのお城に上がったりする時のカゴって密度もついてるもんね。それは身分を表す象徴でもあるんで、乗っちゃダメなんですね、一応ね。乗る乗らないカゴの形とかが全部、これ、うん、全部身分で決まってるんで。あ、そう。それ乗れてもどういうカゴまでがいいかとか、へえ、いいけど白木はダメだよとか、ミスがあるのはいいとかないとかっていうのも全部決まってるんで、うん、全部法律で決まってない。法律っていうか、まあその暗黙のルール、うんうん、それを要するに乱すようなことはしちゃいけない。なるほど。はい、12番、はい、武士たちは倹約に努めなければならない、うん、まあ、ごもっともですね。13番、諸大名は能力のあるものを用いて良い政治を行わなくてはならない、うん、ごもっとも、うん、ですね。この13条が一番最初の武家諸法度、うん、武家諸法度の最初ですね、元和令で。これってことは秀忠から始まるから14バージョンある。まあ若くして死んじゃった将軍とかもいるんで、必ずしも15代将軍なんかも将軍になった時は幕府のことないんで、ないんで、どうも10パターンぐらいはあるけど、まあ、パターンは基本的には将軍が代替わりするたびに俺の武家諸法度っていうのを出すっていうのが、でこれだから秀忠の時代ですよね、うん、で次が寛永令、家光ですね。家光の時代、1635年に家光バージョンがあって、うん、この時は林羅山さんが、林家のね、はい、林羅山がちょっと手伝ってますが、手伝ってる、彼が作ったよね、うん、で、この時ね、このさっき紹介したのから6条増えたんですよ、うん、19条になってて、うん、参勤交代の制度化、制度化、500国以上の大船 の建造の禁止ですね、うん、でこれに関しては商船については、商い、うん、船についてに関することは、1638年撤回されちゃうんですけども、はい、これが載ってるとか、あと方向構えの確認、何が方向構えって、うん、方向構えって追放、お前クビって言った時に一緒に全国の大名に手紙回して、こいつ雇うなよって出すのが方向構え。ああ、指名手配みたいなのね。指名手配、就職させない。ああ、なんか嫌な会社で圧力かける、ね。それが方向構え。大変じゃん、そんな転職できないんですよ。そうやったら、辞める時はちゃんと円満に辞めないとこういうことされちゃう。こういうのがあります。うん、そのルール。1663年には家綱版ですね、はい、これ関門ね、関文例ですね、うん、この時はね、キリスト教の禁教が明文化されたそうです。そうやね、うん、この頃明文化されるの、もっと早い段階だと。だって武家諸法度ってだから庶民向けじゃないんで、 あくまで大名なんで。そっかそっか、今まではまあそんなこと当たり前だけど、うん、で今度は1683年、うん、天和令、これ綱吉ですね。綱吉バージョンですね。この時はね、殉死の禁止の明文化、うん、あと松御用紙の金、はい、金が松御用紙の金を緩和した。緩和、今までダメだったの？そう、今まで大名を潰す手段の一つが要するに松御用紙、死んでからすいませんこの人養子にしますっていうのは認めない、だからもう家潰す、これ緩くなるんだ。それをまあ一応
死んでから養子迎えることも、まあ、一定の条件クリアすれば OK にしますよ。なこれなんでこの時代に緩むので今までそうやって徹底的に幕府が潰すやり方をしてたんですよ。そうだ、ね、結果浪人増えちゃって由比小説の乱とか起きちゃうんです。でちょっとそう緩和しましょうって話。だ武断政治から文治政治に変わる、政治の変わってきたところだね。そうそう、次はね1710年、うん、家信の時ですね、はい、これ新井白石が関わりましたが、うん、この改定内容を、ね、和文体にして、うん、武家の遵守すべきことをより具体化した内容にしたそうです、うん、分かりやすくなったの、うん、漢文から漢文だったの当時最初漢字だけでしょ。あそう、うん、それをじゃあ和文にしたんだ、うん、そういうことか。あそれはいいねおバカなお殿様でもまあそんな人はいないけど、あそうですね、バカ殿っているじゃん。漢文読めて当たり前の時代ですか。本当読めない子っているんじゃない。今そんなやつは武士じゃないです。でも志村けん読めなそうだ。志村けんは武士じゃないもん。バカ殿だよ。バカ殿だもんはい、次はね享保令。享保1717年、うん、家継ぐのとバージョンがなかったのかな。家継ぐだ基本的にはもう前代の、うん、特に大きな変革がなければ基本的に同じ内容 で発表される。将軍代が変わりごとに出す、ね、1717年1717、覚えやすいですね。ないな。享保令は、吉宗の時ですね、うん、天下令を踏襲、うん、綱吉バージョンを踏襲したものになって、うん、これ以後ですね改正と行われなかったそうですね。まあまあ実は天下令っていうのは文治政治としての完成形なので、いろいろ変わんない。あの家信の時の聖徳令でいろいろいじったものの元に戻されちゃったっていう感じ、うん。ね、吉宗以降の将軍って表に出ないでしょ、うん、ここまでは結構将軍が率先してするタイプ将軍してたから結局自分の色出したいじゃん、うん、でもこれ以降の将軍って結局もうみんな家臣が回してるからもうどうやっていいわけです、うん、武家諸法度なんて一応形だけ出しとけば、うん、僕これって本当にこう日本史の授業で出てくる時この最初の時だけだと思うてたから。なことないです。まともな高校の授業なら必ずさっき読んだ原文で読むはずです。本当記憶ない。近中並びに久下氏ハットも、うん、将軍が変わるたびに変わってんだ。変わらないです。あれはずっとあれはもう朝廷向けのもんですから。あれはもう一回きりなの、うん、武家諸法度は基本的に将軍の代替わりごとに出る、まあ、声明文みたいなもんなんだね。まあまあまあ施政方針みたいなもんですよね。へーまあなんか腑に落ちない内容もありますけどね。何が、なんかお酒飲んじゃダメとかさみんなでワイワイとかさ合コンとかいけないってことでしょ。まあまあそこは別に結婚の自由も認められないしさ、うんうん、ちょっと現代だとちょっと大名あなたみたいな庶民はいいんです。まだ大名じゃないでしょ。わかんないよ。知らないけど実はここのケリーさんは世を忍ぶ仮の姿でそんな身分制度今日本には存在しません。実は公爵家の人間かもしれないよ。そんなもんね。はい、武家諸法度でした。ではお便り参りましょうか。手紙、はい、和則さんからいただきました。和則、はい、おもれきの皆様こんにちは。333回楽しく拝聴させていただきました。阿波の件で八須賀家政が八須賀小六だと言及されていましたが、家政は八須賀小六正勝の嫡男で、小六正勝は天正14年四国征伐の直後に亡くなっていたため、その子の家政が阿波を与えられています。あ違うんですね。おっしゃる通り、はい、
私は戦国が好きで日本史好きになり、この番組にも出会いましたが、皆様それぞれお好きな時代があるようで、古代史から近現代まであんなにいろいろとお詳しいケリーさんと水月さんでもいろんなところでご存じないことがあって興味深いです。ちなみに幕末には疎い私ですが、大河ドラマ新選組は毎回楽しんで見ておりました。お便りコーナーでお話しされていた山本太郎は確か原田佐之助役だったかと、ぐっさんの長倉新八とはいいコンビでしたね。いろいろとスタートからつまずいた麒麟が来るもようやく始まりました、久々の戦国もので楽しみにしています、うん、またこの番組でも取り上げていただけると嬉しいですということですが、麒麟が来る見てます？見てます。あ、つまずいてないの？今年はね、頑張ってるの。あ、本当、うん、ちょっと僕 1,2 週間ちょっと溜まってるんですけれども、直近、はい、なのでやっと信長が海の向こうからやってきたとか。ああ、まだ1回1、2回ちょっと遅れてるんですね、うん、遅れてるんですが、なんかまあまだ本当の話じゃないというか、まあ、まだね、うん、その世代、ワン世代前の話、うん、よくわからない時代を描いてるから何でもありなのねって思いながら、まあまあ、前座の話ですね、うん、モックは怖い、モックは怖い、うん、お茶に毒を入れるなんて。あ、でもなんか斎藤道さんってなんか坊主なイメージがあるんですよ。はる、あ、だからあんなちょんまげをして、でなんかあんなシュッとしたっていうイメージじゃないな。まあ年いった坊主みたいな、うん、入道みたいなさ、まあ、道さんってまさに入道してから名前ですからね、うん、ちょっとねかっこよすぎる。これから入道するんじゃない、道さん、まあ、まだ、ね、道さんって名乗ってない、うん、名乗ってない、うん、ちょっとねかっこよすぎるなと、男前すぎるそれは、うん、イメージでしょ。でも、うん、でも僕くんがね斎藤道さんとかやるような時代になったんだよ。まあまあそうよね、まさに、まあ、50過ぎてるんだよねあの人たち。本来そうね、僕らのイメージやったらやっぱりもう一つ上の世代の人が、うん、だからもっと斎藤道さんなんかやる、ね、6、70の人がさやるようなイメージからさ、ちょっと若いな、うん、今の若い人から見ればまあモックはそういう感じなんでしょうね。そうなんだろうね、やっぱ昔を知ってるからなんだろうね。そうそうそう、おー、でも確かにそういうの多くなってきたね。まあしゃあない、もうこの人がこんな役やるんだとかね、わかんないもん、若い俳優とかそうね、わからない、区別がつかない、まあ、なんかで見たなとか、うん、こんな人おったなみたいな。そうですね、うん、はい、またね、僕らも何でも知ってるわけじゃないのでね、うん、またなんかあったら教えてくださいね、押してください。はいはい、続いてね、桂ジャズ三郎さんからいただきました。桂ジャズ三郎、はい、はい、こんにちは、母が岸和田出身なのですが、だんじりは子供の頃からよく見に行きました。そこでお伝えしたいことが少々。一つ目、岸城神社、岸にお城の神社は岩城神社ではなく岸木神社と呼びます。岸和田城付近一帯を岸木町と呼ぶそうです。二つ目、宮入りは早い者勝ちではなく抽選です。ただし宮本町、宮本町、上町、五軒屋町は番外1から3と呼ばれ抽選なしです。ちなみに五軒屋町のだんじりは昼間でも正面に提灯を吊るしています。点灯はしません。早く走るのは各町々では自分のところのだんじりが一番だと思っているからだと思います。3つ目、番組で紹介された岸和田だんじり祭りは9月の敬老の日の前の土日に行われます。
昭和40年代に NHK で紹介され有名になったそうですが、他の先週地域でも10月の体育の日の前の土日または日祝日にだんじり祭りが行われています。 JR 阪奈線の沿線で少なくとも3駅でパレードが見られます。9月の祭りはクランク状に曲がった坂道を駆け上がって右に90度曲がるのが見せ場です。岸和田の南の貝塚市には100度の交差点があり、やり回しの難度が高いです。続いて、水月さんは時代祭りの行列のアルバイトをされたのことですが、岸和田のだんじり祭りの引き手はアルバイトは一切なしです。よそへ引っ越した人が生まれ育った町へ祭りの時だけ戻ってきてだんじりを引くことはあります。だんじりの彫り物を見るのも楽しいです。夜は火入れ引き業といって、提灯、バッテリーと白熱灯で、灯します。今は LED かもってことですね。夜は危険なので走りません。外部の方も引かせてもらえます。だんじりの後ろには水タンクがあり、冷水が飲めます。ご注意、もし止まっているだんじりの向こう側へ行きたいと思っても引き綱をまたいではいけません。叱られます。手で持ち上げてくぐってください。それでは今年の秋はぜひだんじり祭りをお楽しみください、うん、地元の詳しく知っている方からいただきましたね。岸和田の人ガチだから、ね、おやっぱ愛が強いね。あの人たち本当に1年かけて人生かけてやってるんで、ちょっと怖いですね。すごいこう熱が伝わってきますね、うん、でもやっぱ地元の地名とかやっぱ分かんないね。まあねえ、ね、なかなかまあ、ご容赦ください。でもやっぱこれその泉の国のあちこちでだんじり祭りってやってるのね。だんじりはね結構大阪の河内の地域なんかでもやってますからね。河内か摂津河内でもやってますよ。あんなそのねド派手な感じじゃないけど、もうちょっとしずしずした感じですね。まあそれもいろんな伝え方の形なんでしょうね。なるほどね。はい、もう一丁いこうかな。いおりさんからいただきました。いおり。はい。ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。ケリーさんシティの近郊に住むシティボーイのいおりです、うん、今日朝から放送を聞いたので僕のメールが読まれてびっくりしました。ドキドキしながら初めてのメールをしたのですが、ちゃんとケリーさんや水月さんが読んでくれたんだと思ったらめっちゃ嬉しかったです。読んでくださってありがとうございました。僕はオフ会には行けませんが、大学生になったらいいよってお父さんが言ってくれたので、ケリーさんと水月さん長生きしてください。これからも放送楽しみにしています。追伸、ケリーさんの目が少しでも良くなりますようにって月読みさんに お参りするね。いつも楽しい放送ありがとうございますと、小学生のねいおりさんからいただきました。よかった ね、 ね、大人になるまでオフ会には来ちゃダメってお父さんが、大学生になったら行ってもいいよって、うんね、10年先だよ、うん、10年後だよ。どうしてんだろうね10年後ってね。まあ年取ってると思う。まあそうですね、それは間違いないね。こっちが終わるのが先か、下手すりゃいおりさんが飽きちゃうのが先か。下手すりゃさ、いおりさんのお父さんの方が年下かもしれないよ。小学生のお父さんなら多分下でしょうね。じいじですね。どうだったんだろうね、いおりさんのとこね、学校は。ああ、それは休みでしょ。今年6年生、今もう6年生になってるんだよね、うん、でもう日本史の授業始まったかな。
修学旅行とか行ってる時期だと思う。日本史はねちょっと学校によってどの段階でやるか違うしね。でも6年生じゃん、僕6年生の小学6年生でやった。あ、なんじゃん、え、社会科の中で日本史をどこでやるかって学年地域によって違うんじゃない。あ、そうだ、僕6年生の時にやった。まあ高学年でしょうけどね、うん、5、6年だとは思うけど。あ、5年生いや修学旅行行く前だもん。まあ、そういう学校のそういうカリキュラムがあると思うけど、うん、まあ、小学校だからどこ行くんだろうね修学旅行。東京かな、小学校ケリーサンシティの近くか、うん、東京ディズニーランドとかじゃない。小学生がちょっと生意気なんでよ、定番でしょ。小学校でディズニーランド行くの？行くんじゃない？いや多分違うと思う。あ、違う。もうちょっと歴史系の勉強するコースだと思うけど。あ、そう。今はそうかな。違うの。小学校、ね。東京は中学だったよ。東京が中学。うん、東京行ったのが中学ってこと。そう。初めて東京行ったのは修学旅行だったの。ああ。前も言わなかった、新幹線に乗る練習を、ね、うん、したのも中学校の時初めて。新幹線に乗る練習しました。私なんか伊勢神宮だよ。あ、おふくもち買わされたやつね。そうそうそう、ね、明るくだと思ってルンルンで帰ったらおふくもちだという。おふくもちね、やっぱあんこはね赤ふくのが美味しいね。うん、おふくのがちょっと甘さがね引きこずむな。おふくなんてあれ以来買ったことないから。あの二見浦にあります。はい、ね、ちょっとケリーさん目の調子良くなるようにもう一回お参りしといてください、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。長生きします。そうだね、死ねないよ、うん、大人になるまであと10年は頑張っていきたいと、ね、そうだね。はい、ではね、本日はねここまでね。はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは、E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスは、おもれき2013@gmail.com。Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。次回は350回になります。あ、キリ番？キリ番です。マジか。はい。誰だろう。実はちょっとこの収録の時点ではまだ、ちゃんと決まってない。これからこの後鳥貴族で決まるんですか。そうですね、はいはい、鳥貴族会議、鳥貴族会議ですね。でちょっと誰か検討します。はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。さようなら。